はい、鶴見五郎、アシラ・ハラの対決が非常に楽しみであります。さあ、ショルダースルー、ミルナスカラス、ショートレンジからドロップキック、ミルナスカラスが鶴見五郎にドロップキック、そして人間ロケットの体勢か、椅子でがっちりとブロックしました、鶴見五郎であります。いや、鶴見五郎も百戦錬磨な、ミルナスカラスは短期間の来日ということでタイトルマッチがありませんでした。さあ、ミルナスカラスの空中殺法をかわしました、鶴見五郎、ね、それにやっぱりメキシコの経験がありますからね、はい、さあ、フライングミルナスカラスがロープのハンドを利用してフライクロスアタック攻撃、やっと空中殺法が決まりました。そしてそのまま今度は相手の上になってエビ固めだ、これは決まった、決まった、カウントスリー。